よし。いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。三人とも聞こえ。先輩？ここからは私が声でバック。中の様子。私のペルソ、実はこのタルタロスは中の、私もそちらへ加わりたいところだが。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らの一滴のレベルは低いはずだが、注意、習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、ではフロアをうろつく敵シャドウを片付け、できる限り。竹場とイオリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。よし、まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。こちらが敵に攻撃。二つ目はペルソナの力を使った方法だ。ペルソナの特性を知るためにも、早速召喚してみてくれ。セリア！よし、やってやろうじゃんよ。見てろよ、これが俺のペルソナ。よっしゃー！どうよ俺のペルソナの力。はいはい、すごいすごい。より、よくやった。初めての実戦としては上出来だ。竹場、君も問題なくやれるはずだ。気負わず力を発揮してくれ。わかりました。では、引き続き探索を頼む。前方にシャドウだ。よし、戦闘開始だ。よし、多くの敵にはそれだけ。あ、よし。待って、額に当てて引き金を引くだけ。私だってペルソナ。やっ、おお、ユカリッチも。その調子だ、竹馬。次は君も。どうする？来い、ペルソナ。見事だ。そのまま残りの敵。はあ、オルフェウス。
見事だ、竹葉。うんうん、お調子いいんだから。よし、これでリーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように。まだ敵の反応は残って。うん、戦闘に役立つものも。おお、なあ、まだそっ、次は、まずは、ちなみに、忘れた。どうする？これで。よし、もういた。装甲。ああ、当然。おお。はあ、来い。今だ。行こう。ほら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 。せい。見たか、しゃ。チャンスって思ったら。見事なチームワークだ。戦いは流れでは。ちょ。前方、先ほどの経験を生かしてくれ。戦いの基本は一通り、サポートは引き続き行うが。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。ここはアプサラス。今のペルソナは、いや、どうする。アプサラス。敵の消滅をか、あの、さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で。よし、待って。竹葉の言う通りだ。あれ、あの宝箱、さっきのと少し違いますね。ああ、その箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動。お前、何それ。もしや
やるな。機関装置を見つけたようだな。ではエントランスまで戻ってくれ。よし、全員戻ったな。どうだった？そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。自分のでも、単なるはしゃぎすぎ。んなこと言ってバテるってか。なんかそれは影時間のせいだ。心配ない。しかし想像してたよりも明彦もうかうかしていられないな。やるな。なあ、よっ。以上で、続きまして生徒会代表。はい。やっぱ先輩に決まった。ま、あの人の人気すご。なんつってもキリ城だもん。しかもキリ城グループって。生徒会長という大役を拝命するにあた、学園がよりよくあるために。しかし全員が一つの思いを。大事なのはそれが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために
各自の中の明日、現実から逃げることなく、いかにして未来を直視するのか、すべてはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵よろしくお願いします。すっげえ。お前意味わかった？普通の高校生が言うあの人じゃなきゃ笑い話だぜ。始めるわよ。よう、帰んな。今のうちに買い物とか済ませて。あそこ薬局とかあるしさ。だから当たり前だっつの。俺らがやらずに誰がやる。理事長も言ってたもんな、世界の命運は俺らにかかってるって。んじゃ行きますか。まずは学校を脱出しようぜ、リーダー。お前、真田さんのことをよく知らないだろ。いいよなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将。確かにかっこいいと思うけどさ。普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか？漫画でも見れないぜ。あん。おいお前たち、これから暇。え？あ、俺らっすか？もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。買い物なんて後でささっと済ませっからさ。どうした？行けるのか行けないのか。あ、全然。なら今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。場所は知ってるな。いいな。え？交番？真田さんのお友達と遊びに。友達？この子たちのこと。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。
必ず来いよ。ちょっと先輩、少し名前も知らないって、とにかく行こうぜな。ああ、じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。うん、この人は黒沢巡査、それとこれは幾月さんから。おお、軍資金もらえるんすか。ふと手ぶらじゃ戦えないからな。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備、もっともただにはしてくれないけどな。当たり前だ、無償の仕事ほど無責任なものはない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を。力などなくても俺にはこの町の異変は分かる。俺が正しい。何か入れようなら奥で。よし、新しいのを調達。何を探してる。ゆっくり見ていけ。用は済んだのか。また来い。まさか交番で装備売ってるとはね。てか選ばれし俺らにご予算5000円ってちょいしょっぱくね。なあ、やっべ、もうこんな時間かよ。寂しん坊将軍の再放送。ああ、
今日のところは任せたぜ、リーダー。この辺にも店とかいろいろあるし、時間あるんだったら適当。じゃ、また寮でな。ようこそベルベットルームへ。お待ちして。いよいよ私の役お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと、いわばペルソナの合体でございます。あなたのペルソナ能力にはあまたの可能性が秘められているよう。これほどの可能性を示されたお客様は過去にはいらっしゃいません。あなたがコミュニティカードを手に、ペルソナの合体につ私と話をする、なんなりと。ようこそベルベットルームへ。新たな力、これまでの歩みでございます。こちらの、こちらを引き出すのですね。内なる力を。こちらのペルソナですね。こちらの、こちらを引き出すのです。それではこちらを。こちらのペルソナですね。こちらを引き出すのです。内なる力を。これまでの歩みでございます。こちらのペルソナですね。こちらでよろしい。内なる力を。これまでの歩みでございます。ゆっくり閲覧ください。ゆっくり閲覧ください。ご覧ください。こちらでよろしいです。それではこちらを。ご覧、こちらを引き出すのです。それではこちらを。ご覧ください。ご覧ください。受けたまわりました。
さ。特別なペルソナをご所望ですな。いずれも手間をかける価値はあると言えましょう。どちらにいたしますかな。よくお考えになるとよろしい。受けたまわりました。またのお越しをお待ちしております。おかえり。そうだな。そうそう。あれって…へえ。うん？よし。ああ。今後はここをベースに、タル現場での指揮は。
あ、よし。リーダー。格下が2体先制できるナイス、いい調子、敵を見事だ、勝ったね。では探索に戻ろう。じゃ探索再開だね。つかマジで学校なんだな。この辺の模様とか見覚えあるわ。お、お宝発見。うろうろして、格下が2体先制でいけるな。ここはいや、ナイスだ、敵を撃破。俺の力で読まれたか。当たる。見事だ。次行こっか。では探索に戻ろう。じゃ探索再開だね。それはだな。気をつけて進んでこ。シャドウいたよ。格下が2体先生だよ。先生でいけるな。違った。よし、敵一体撃破。できるもんだな。じゃあ行こっか。昼間の学校にシャドウ出たらどうぞ。ナイス、いい手を。よし、勝ったよ。し、ご苦労だった。これならもっと戦えそう。さてと、探索に戻りますかね。お、階段だぜ。帰るよ。そういえば、宝箱か。俺っちの見せ場だな。弱い相手だ。ナイス、いい調子。見事だ。よし、では探索に戻ろう。よっしゃ、新技ゲット。じゃ探索再開だね。よっしゃ、閃光もらった。よし、敵一回撃破。最後だ。やっ、勝利だな。次次に進むぞ。よし、次次。あれ、宝箱？敵シャンテ、やっちまおうぜ。楽な相手だ。オーラス。イオリが敵を倒した。あれよっと。イオリが攻撃を避けた。やるじゃないか。やっ。よし、うまくいったかな。ご苦労だった。
お疲れさんと。気をつけろ。そうだな。それは？うん。うん。やはりその装置は起動させればこの先。なあ、普通のシャドウとは格の違う相手だ。慎重に行け。ナイスだ。敵を撃破。見事だ。では探索に戻ろう。やったな。たく。ま、雑魚ばっかじゃねえよな。俺っちがいりゃ問題ねえ。そうだな。守備はどうだ？お、お宝は。あれはやるぞ。よ、シフトとは行動を託され仲間と今の君。よし、敵一体撃破。次は任せて。頼んだ。私に任せて。次は見せるよ。いいよ。竹馬が敵を仕留めたぞ。今なら来て、ペルソナ。一気に容赦しないんだから。見事だ。では探索に戻ろう。箱の中身も覚悟しなよ。ナイス、いい調子。敵を撃破。頼んだ。よし、やっちゃうから。引き金を、いいよ。ラスト決めるよ。竹馬が敵を仕留めたぞ。見事だ。負ける気しねえな。では探索に戻ろう。よっしゃ、新技ゲット。よし、次次。よくやっ。止まってられないよね。あれ、宝箱？は
走って戦って階段登ってって敵2体を捕まえちまおうぜ。弱い相手よし敵2体だ。これよしできるもんだな。ご苦労だった。さてと探索に戻りますかね。よし、やり敵一体撃破。よし。さてと探索に戻りますかね。あ、そうだ。宝箱。戦闘だね。ナイスだ。敵を撃破。いい感じじゃね。じゃ、探索再開だね。階段あったね。気をつけて進んでか。お、シャドウ。隠したが2体。先制で行けない。よっしゃ、勝ったね。楽勝楽勝。ご苦労だった。さて、次行かないと。弱い相手。勝ったね。さて、次行かないと。階段あったね。まれにしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。先制で行けるな。よし、勝ったね。できるもんだな。ご苦労だった。よし、次次。あのさ、ここの宝箱って誰が用意したの？あ、階段。うん。よっ。強敵、敵の弱点に。ただ、情報が。ここは。スサノオ。よし、同時に2体撃破だ。はあ、メサイア。見事だ。では探索に戻ろう。私、強くなってる。はあ、ん？何フロアかごとに門番みたいのがいる？他より強い。まさか
お、お宝発見。よし。ねえ、あいつ他のと運がいい。なかなか出会えない相手だ。メサイア。よし、勝ったね。ご苦労だった。うろうろしてやがるぜ。邪魔すんなっての。弱い相手だ。控え。あらよ。よし、正義は勝ってね。勝ったな。ご苦労だった。ふう、じゃあ行こっか。そういえば、しかし、こう静かすぎるとこって逆に喋りづらいよな。シャドウ発見。どうする？あ、階段。稀にしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。戦闘だね。勝利だな。よし、次に進むぞ。じゃあ行こっか。転送装置って便利だよね。どういう原理なんだろう。しん、もっと行きますか。うっ、なんだ。邪魔すんなっての。ナイスだ。残念でした。で、最後だ。見送ってくれました。いい感じじゃね。ふう、じゃあ行こっか。階段見っけ。ん、宝箱か。俺っちの見せ場だな。ナイスだ。敵を撃破。上々上々。さて、次行かないと。箱の中身も。かくさんだよ。楽だ。ナイス、いい調子。ナイス、いい調子。敵を撃破。よし。じゃあ行こっか。出たな、シャドウ。隠したが2体。先制で行けるな。見事だ。まあ、こんなもんだろう。探索に戻ろう。はい、お疲れさんと。なあ、そう、敵だ。も
もし防御ぜひ。電撃が弱点だ。どうする？ありがとう。見事だ。では探索に戻ろう。これ新しい力だね。俺強くなってんじゃん。まったく。あのさ、静かだから足音が響くね。うん、まれにしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。敵もチーム組んでる時あんじゃん。仲良かったりすんの。よし、見かけろ。ナイス、いい調子。勝利だな。勝ったね。次に進むぞ。はい、お疲れさんと。ナイス、いい調子。見事だ。よし、では探索に戻ろう。はい、お疲れさんと。し、もっと行きますか。勝利だな。こんなもんだろ。次に進むぞ。じゃ、探索再開だね。敵は一体確実だ。見事だ。よし、では探索に戻ろう。じゃ、探索再開だね。ん？宝箱か。どうって倒しても倒しても湧いてくるよね。あ、階段。うん、これは。そうだな。うん、いや、よし。お待ちし、素晴らしい。楽しみにしており、素晴らしい。
楽しみにしております。ご用件を伺います。また そうか。いや、あのさ、俺ラーメン食って帰って。別に深い意味はないけど、今朝の続きちょっと聞きたいしさ、ラーメン食うだけだし。わかっ、多分スープなんだろうな。あ、俺ここで食うとテンション上がっ。え、マジ？お前見かけによらず。なかところで、お前って健康したてでよくや。ま、俺そういう、また帰りとかどっか行く。そん時俺のけ。あれ？たあ、その前に。君か。